えー、最初からね始めるユング心理学タイプ論というのをやっていこうと思いますと、えー、なぜこれをやろうかなって思ったのが最近ちょっと俺ら魔改造しすぎてて分かんなくなってるんじゃねって話になってんーだったらこれ最初から紐解いていくのもありかなっていうというのもバーンされた方のチャンネルでこれやってたんだけど最初からこれがねなくなっちゃって途中から入ってきた人が勘のいい人は分かるんだけど勘の悪い人は分かんないんじゃないのかなっていう。 まあ、ということで、このユング心理学の俺の出会いから言うと、えー、2年前、去年だったかな ?2 年前、あ、そう、2年前の正月に、九王さんという人が九王チャンネルの、えぇ、ー、主さん、心理学とかおすすめですよ。多分、すぐわかると思います。みたいなこと言われて、俺、心理学嫌いなんですけど、みたいな。そしたら、いや、それでもまあ、か、かわいはよの入門書だけでもおすすめですって言うから、 俺いを嫌いななんだけどっってて話になってまあでも QO さんはいつもコメントくださってるしお世話になってるからちょっと買ってみますわって一冊だけ買って読んだら、まあ、最初の数ページ読んだだけで大体理解しちゃってえー、なんでかっていうとね分析心理学なのよねユングっていうのはだから俺って人間のこのサンプル数が多いから仕事上だからあなるほどなって確かに このタイプ論が最初に書いてあったんだけど確かに内向外向に分かれるわって人間の性格って内向きと外向きでいるでしょ大体あの引っ込み思案な人とあの積極的な人でこれがあってで合理型と非合理っていうのが確かにあるなっていうあのヘリクツばっか垂れる思考型で自分の好き嫌いとか他人の感情にすごい敏感なキョロジュの感情型で非合理型の感覚型と直感型で 野球王さんから、主さんは多分内向直感だと思いますよとか言われて、んどういうことって,って読んでみたら、あ、確かにこれ、俺確かに自分の可能性を広げることには何の躊躇もなく投資するなと思って。で、逆に言うと株とか土地とかの取引とかあんまり興味がないんだけど、でもできないことはないから、確かに両方できるから直感型なのかなって、じゃあ外向直感じゃないのって感じになったんだけど、 いや、どう見ても内向直感っかすって言われて、あ、そうなんすかみたいな、うん。で、感覚型っていうのは、まあ簡単に言うとね、あれ、あれ、えっ、ー、と、キモい人がいたら、お前キモいんじゃって、もう一言で言う人。うん。何の躊躇もなく。すぐセンサーが反応するっていう。で、そういう人もいて、確かに俺の知り合いにこういう人がいるよなと思って。で、格ゲーやってたら感覚型の人が多いし、あとアーティストなんかも感覚型が多いよなーってなって。 なるほどこれ確かにとか言ってて主機能補助機能第三機能劣等機能あ第三機能はこれユングにはないんだけどまあ簡単に言うと例えば俺が内向直感だから補助機能がどっちかなって話になって最初の頃じゃあ俺思考の方が補助なのかなとか言って思考力あるしとか思ってそしたら Q さん「じゃあ私は群衆ですね」とか言って適当なこと言っててあれよく考えたら俺考えるの嫌いだから感情の方じゃねって言ったらそうですよやっぱり感情だとうんですよとか適当なこと言ってて 俺とか言ってねで。で、俺の補助が感情になって、えー、内向直感保、保補助感情ってやつね。で、これがあの4タイプで補助が2タイプってことだから、まあ16タイプあるってことで、16パーソナリティってことなんだよね、これ。うん。あー、あと内向外向もあるから。だから2、2けあ、4二2け2で。うん。で、さらンそこから、MBTI とかだと、T とか A とか言うんだけど、まあそれは置いとこうと。うん。 で、第三機能がこの思考ってやつで、あんまり得意じゃないっていう。で、列島機能になるとこの感覚ってやつでもういよいよもう苦手っていう。まあそんな感じで、ああ、なるほど、人ってこうなってんだ。じゃああいつってじゃあ感情的だから感情型で。 で、内向きだから内向で、で、目の前のことしか興味ないから感覚で、あ、じゃあ、ということは内向感情へ補助感覚か、みたいな感じで、こう人分けていって、俺って、あの、人を見ながら分析するのが大好きだから、これって武器で使えるんじゃねっていうね。うん、道具として最高じゃんっていうお。前お前は本当にプラグマティストかっていうね。うん、まあまあ、道具主義ですなっていう。で、そんな感じで、人のことをこう、パババーって分けて、 で使ってみたらこれ本当に使えるなということで、えー、広まったんですよねってうちのチャンネル周りでっていうまあそれ言っててもしょうがないんで他にもね心理学の用語とかね解説していこうと思うんですが今回はねタイプ論だけということで、えー、このタイプ論ね非常に使いやすくてそのゴールが対人攻略の、あのー、文章とか動画を作って大量にね、えー、置いてあるんでだから最近ちょっとあの成田先生のことを MBTI 的に表現して 言ったらあのこいつ何言ってるかわかんねえっていうコメントが結構来てたから、まあ、今回はちょっとねタイプ論について語ってみましたと質問あったらコメント欄などで、えー、お気軽になさってくださいと。